皆さんこんにちは、俳優チューバーの大川恵子です。今回はみんな大好きお金の話、僕の26年間の人生の高価な買い物ベスト5をご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介していきたいと思います。まずは第5位、リーダーバイクス735でございます。こちら大学1年生18歳の時に20万円で購入いたしました。こちらピストバイクでカスタムも結構してあるので、新車で買うと30万近くするんですけれども、リッチな先輩が趣が変わったと言って、ほぼ新車の状態で安く譲っていただきました。とはいえ自転車で20万円というとかなり高級なんですけれども、大学の通学で毎日乗っていて、そして今でも乗っているので高級なんで盗まれないかは心配なんですけれども、いい買い物だったと思います。続きまして第4位、ドロロッテン、こちら MacBook Pro 15インチでございます。こちら今年の4月に YouTube を始めるために23万円で購入いたしました。こちら最新のモデルよりも一つ古い2018年のモデルなんですけれども、カスタムで様々なスペックが高くなっていて、最新のモデルよりも安かったのでこちらのモデルにいたしました。はい、 YouTuber としてこいつと共にやり上がっていきたいと思います。パキン。続きまして第3位、ドロッン、ガガミラの 48mm でございます。こちら大学2年生の終わり、20歳の頃に25万円で購入いたしました。ネットで購入したので正規店よりは少し安く購入できたんですけれども、文字盤の12とリューズの部分にルビーをアフターカスタムしたので25万円という金額になりました。ガガミラノは10代の頃からずっと欲しいなとは思ってたんですけれども、高くてなかなか買うことができず、消費税が 5% から 8% に上がるタイミングの時に思い切って購入いたしました。去年まではずっとメインの時計として使っていたんですけれども、今年からアップルウォッチを使うようになり、ベンチを温める日々が続いております。ごめんね、ごめんね。続きまして第2位、ドロロッテン、ルイ・ヴィトンのバックパックでございます。こちら今年の2月に28万円で購入いたしました。ヴィトン、普段撮影や稽古、オーディションなどの仕事の時には必ずバッグを持ち歩くんですけれども、今年の1月に前使っていたバッグが壊れてしまって、そして1月2月と立て続けに舞台に出演していて、なかなか休みがなく物欲も半端なくて、いいものを身につけてかましを入れることも大事だなと思って勢いで買っちゃいました。ですがその後コロナで仕事が全部飛んでしまい、なかなか出場機会に恵まれておりません。なのでこの子とたくさんいろんな現場に一緒に行けるように、こっからまた頑張っていきたいと思います。ビトーン。そして栄えある第1位はドルルルルルルシグナス X でございます。こちら高校2年生の夏、16歳の時に30万円で購入いたしました。ある程度カスタムしてあるものを中古で購入しまして、高1の時に原付の免許を取り、高2の夏休みに教習所に行って舞台の本番に行くっていう生活を繰り返して、中型免許を取得して購入したものなので、もう今年で10年になります。ただ毎年バイク屋さんに点検に出すんですけれども、まだまだ乗れるって言われましたし、かなり重宝しているので、ちょっと見た目が若々しい感じはありますけれども、これからもお世話になろうと思っております。以上、僕の26年の人生の高価な買い物ベスト5でした。見てもらって分かる通り、ベスト5のうち2つが今年購入したもの、プラスコロナで仕事がなくなってしまったので今超ヤバいです。ただ支払いさえ乗り切ってしまえばこっちの本なので、長い目で見れば安い買い物だったなぁと思えるように、末永くたくさん使っていきたいと思います。ちなみに今一番欲しいものは車で、車種はレンジローバースポーツでございます。お値段は新車で936万円からです。無理だ。
ということで、今回もご視聴していただきありがとうございました。また次回も楽しみにしておいてください。それではバイバーイ。ビトーン。